DNA 丸裸にされる。4年ぶりに日本シリーズ。26日開幕に出場するソフトバンクは22日みずほペイペイドームで全体練習。相手が DNA に決まり、小久保裕紀監督53は22年まで在籍した峰井宏樹捕手33から選手の特徴などを情報収集した。峰井は第3捕手としてベンチ入りの可能性があり、この日から1軍合流。元浜野シーサーは情報提供だけでなく攻守でも勝利に貢献したいと意気込んだ。日本シリーズで対戦することが決まった DeNA の情報を22年まで在籍した峰井からヒアリングしたかと問われ、峰井がいた期間の中での個々の選手の力量や投手の性格とか全部聞き取りをしますもしたけどと明かした。 DeNA 丸裸、身も蓋もないけどもはや22年とは違うチームだと思うの。峰井からの情報が果たしてちゃんと伝わるのだろうか。まあ峰井は自主トレでプニキや佐野の丸裸見てるやろし、宮崎もスケスケなんやろか。宮崎って熊やけど体毛が少ないわね。これで情報違ったらスパイ扱いされそうやな。2022って峰井262打席も立ってたんやら。峰井以上の打席数は佐野、牧、桑原、宮崎、外、楠本、大和、戸柱151、伊藤101だから2人足したより多い。前4番手からコロナ禍で抹消されまくった時にうまく正捕手掴んだしな。その中で戸柱を残した判断は今年 CS で正解だったと証明されたわね。峰井、山本が伸びそうやしドライチで捕手取りそうやし、戸柱さんが MVP になりそうやな。峰井、移籍します。これは丸裸にしてそう。将棋も得意だし数手先まで読んでるんやね。まあうちにいてもソフトバンクでの扱いとそんなに変わらなそうやしな。ほならこっちはユイトで丸裸にしてもらおうや。